帰ってきたドラえもんは1998年3月7日にドラえもんのび太の南海大冒険と同時上映公開されたドラえもんの映画作品。感動中編シリーズの第1作目でもある。2編の原作をつなげて1本の作品にしている。本作では原作では登場しなかった静かやドラミ、のび太の祖母の登場など大幅な追加が行われ、 ジャイアンの無遊病や伸びたとジャイアンの決闘場所といった原作の部分もいくつか変更されている。予告映像では原作、さようならドラえもんのラストシーンが使われており、原作では伸びたがドラえもんがいなくなった寂しさをかみしめながらも乗り越えることを誓っているのに、対し本作ではドラえもんが帰ってくることを願っており、ドラえもんの声を聞いて喜びを見せている。 本作から2002年の僕の生まれた日までの5作の平映作品は原作者である藤子 F、藤尾の没後、その心を受け継ごうとする者たちが原作漫画の中から選んだ作品を映画化したものでドラえもん感動シリーズと呼ばれる。この5作で監督を務めた渡辺歩美は後年にのび太の恐竜2006の監督も務めた。いつものようにジャイアンにいじめられ、 ドラえもんに泣きつくのび太。しかし、ドラえもんは憂鬱そうな感じを見せる。実は、ドラえもんは未来の世界へ帰らなければならなくなったのだ。のび太は必死に止めるが、パパの言葉と泣き祖母との思い出のだるまを経て、だるまと同じように転んでも起き上がることを思い出し、ドラえもんとの別れを受け入れることにする。お別れパーティーを終えた後、寝つけないことから夜の街を散歩する二人。 ドラえもんが離れている間、のびたは、同じように夜の散歩をしていたジャイアンと遭遇。昼間の剣から殴ろうとするジャイアンに対し、のびたはドラえもんから心配を払拭させるべく、無謀を承知で、単身ジャイアンに挑む。いなくなってしまったのびたを探すドラえもんの目に、映ったのは何度殴られてもジャイアンに立ち向かったのびたが、ジャイアンをこんまけさせた光景だった。ボロボロの見ながらも、 自分だけの力でジャイアンに勝ったことを誇らしげに語るのび太に涙するドラえもんはのび太を連れ帰り眠ったのを見届けた後未来の世界に帰還する。のび太はドラえもんがいない寂しさをかみしめながらドラえもんはのび太との最後の思い出の場所である公園跡地に毎日のように足を運びながら日々を過ごす。それでも二人は静かやドラミたちの気遣いもあり。 前を向こうとしていた。そんなある日、のびたはジャイアンからドラえもんを見かけたと教えられる。ドラ焼きを買い、ドラえもんを探し回るのびただが、そのドラえもんはスネオが化けた偽物であり、すべてはジャイアンがエープリルフールにこつけて、先日の喧嘩の仕返しに行ったことだった。悔しさと怒りのあまり、自分を心配して様子を見に来た静かを意に返さず、 落としたドラ焼きも置いて逃げ帰ったのび太はドラえもんが、残した道具、嘘八百を使い、言ったことを嘘にすることで、ジャイアントスネオに仕返しするが急に虚しくなり、二人を許す。帰宅したのび太はママに、ドラちゃんには会えたのと問われて、ドラえもんは帰ってこないと返答する。自室に戻ったのび太の目に映ったのは、本物のドラえもんであった。 嘘800の効力が残っていたため、ドラえもんは帰ってこないことが嘘になったのだ。のびたが落としたドラ焼きを手に、のび家に足を運んだ、静かとジャイアント、スネオも、ドラえもんと再会を果たし、皆、和解するのだった。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。